初開地。目を覚ませば輝かしい朝かなんて、そんなにうまくはいかないけれど、少しばかり晴れ渡った空は僕の休日には十分と声出してあくび、君も目覚めただろう、今日もこぼれる笑顔で僕を優しさで染めてくれるかな。顔を洗うたびに心の何かがほら剥がれ落ちてゆく、日々を止めてサンデーサンデー、すぐに愛に行くよ、お気に入りの靴履いて坂道を下ってく、まるでスイスアイガのよう淡い空の下、oh, oh, yeah. 君がくれる鮮やかな絵の具でモノクロの奥の日々を彩っていく、少しばかり涙で滲んだって、それが深みと呼べるような二人であれ、緑の公園でほら子供のはしゃぐ声、そばで優しく眺める母親の姿、なぜか胸の隙間が少しだけ窮屈に、話したくはないと願っていた。サンデーサンデー、君を思い描けばいいか、降り注ぐよ乾きそうなこの街に、まるで天気雨のようキラキラ光らせてくれ、いつもの交差点抜けて見慣れた信号を渡れば、ほら君の待つ店へ。会いに来るさ、お気に入りの靴履いて、いつまでもこんな風に続く、普通の日々が滲んで繋がってく鮮やかに、oh, oh, oh. サンデーサンデー、君を思い描けばいいか、降り注ぐよ乾きそうなこの街に、まるで天気雨のようキラキラ光らせてくれる、心に道が咲く。ほら手を振る君のもとへ、
井のミスのアコースティックラジオ始まります。こんにちは、香川博光です。ついに始まってしまいました、香川博光のアコースティックラジオということでですね、ここからは新番組を、お送りしようと思います。まずはですね、僕のちょっと自己紹介をしておきましょう。香川博光と言います。何度も何度も言いますが、廿日市、広島県を中心にですね、シンガーソングライターとして活動させていただいております。廿日市にはですね、青少年夢プラン実行委員会というちょっとしたねコミュニティが、ありまして、その中にねいろんなこう団体があるんですけれども、音楽する団体だったりとかね、ダンスをする団体であったりとか、またはこうおじいちゃんが子供たちに囲碁を教える団体であったりとかですね、いろんな団体がいるんですけれども、その中のムジークシュトラーセンという、音楽団体に所属をして演奏活動もさせていただいております。最近はね結構保育園とか小学校とかですね、または高齢者施設なんかのおじいちゃんおばあちゃんにですね、昭和歌謡を聴かせてあげるっていうような、聴かせてあげるって言い方はちょっと言えないですね、歌わせてもらうっていうような、コンサートなんかも最近は結構させていただいております。もちろんねライブハウスなんかで、演奏することなんかもあるんですけれども、とにかくね僕は歌でいろんな方とつながろうということでですね、そこをモットーに音楽活動しておりますんで、これからも頑張っていくのでね、香川博光という名前今からぜひ覚えてください。でこの番組はですね、そんな僕がですね最近ちょっと気になっている人や、お店とかね、またはイベントとかね、いろんなことをこうトークしながら、ゲストも迎えつつ、僕ね自分でこうライブするのも好きなんですけど、人のねこうライブを見に行くっていうのもすごく大好きなんですよ。で最近なんかね結構ライブハウスに行っていろんな音楽聴くんですけど、そこでアンダーグラウンドでね活動しているこうインディーズアーティストの CD なんかもこうたくさん僕持ってますんで、そういったねアーティストの CD なんかをこうかけつつ、音楽を紹介するような、そんな番組にしていきたいなと思いますので、これからね毎月第4日曜日の午後12時から14時までの2時間生放送でお送りいたしますので、ぜひね聞いていただけたらで、毎月ですねテーマとか決めて、コメントとかメッセージとかね募集させてもらおうかなと思っております。今月のテーマはもうね明日秋分の日なんですけど、もう秋になっちゃうんですけど、この夏一番印象に残っている思い出をですね、ぜひ教えていただけたらなと思います。なんでねこんな今更夏なんだよというふうに感じ、そんな気がするかとは思うんですが、まあね僕がこの夏いろんな思い出があったので喋りやすいなということで、こういったテーマにさせていただきました。なのでね、ぜひお付き合いいただけたらと思います。E メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jpファックスは0829-310761 0829-310761です。はい、またですね、僕の、Twitter アカウント、Facebook アカウントなんかにですね、ダイレクトメッセージを送って、もらってもですね、余裕があれば見ます。ここで携帯をいじるね、余裕ちょっとなさそうですけど、まあ、曲流してる間とかにですね、送っていただけてたら、チェックをねしようかなと思いますんで、そちらの方にも送ってもらえたらと思います。リクエストなんかもね、先ほどもね初っ端から僕生演奏させてもらったんですけど、もうギター片手に今日はねラジオやろうかと思うので、この歌歌ってよってリクエストあったらですね、もうその場で歌える歌だったらこうパッと歌いますから、そういったねリクエストなんかも受付しておりますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあねちょっといろいろと喋らせて、いただいたところで、今日もね素敵なゲストなんかもこの後も登場する予定になってますんで、まずはねちょっと1曲 CD をかけさせてもらおうと思います。せっかくねちょっと一番最初だったんで、僕の CD かけさせてもらおうと思います。夏は終わっちゃったんですが、サマーウィンドという曲です。聴いてください。
風が僕の体温を上げて声が乾く。今日も僕といえばリフレーター情熱を、こんな薄ペラな髪の上描き出すんだ。手が届くにはまだ早いが、ひとまずは伸ばしてみようか。夏の音は響きながら僕の隠した不安をかき立てる。夢の形は雲のようにさ、流れながら影を落としてゆく。止まることもなく回り続ける。僕らの日々の中へ感じ続けんだ。戸惑いながらさ、暗闇の向こうに潜む明日を、とりあえずシャワー浴びて、まだ生乾きの体でドライブでも行こう。欲も飽きずに照り続ける、日差しにらんで僕は波動全開で、あてもなくアクセル踏み込んだ。手を伸ばせば指の隙間すり抜けてく。形のない風、夏の空が焼けながら増える光は確かな道しるべ。今この時もその瞬間も輝ける強さを手に入れるんだ。変わることもなく青く透き通った空のように走り続けんだ。意味なくてもさ、誰よりも欲張りに呼吸して、しがみついていた過去の光など片っ端に放り捨てて、純粋な感情がそっと僕の胸の中に吹いた。夢や未来なんても単純に追い求め、子供みたいな眼差しを僕に僕に。急に降り出した夕立のように押し寄せる孤独に叩かれても、澄ました笑顔で君が僕にくれる言葉が傘に変わる。走り続けんだ、戸惑いながらさ、その足跡こそが夢の形さ。鎖にも似た自分自身の理想像なんて脱ぎ捨てれば、夏の風が僕を包んで、車は単なる移動の手段ではなくて、暮らしに彩りと感動を与えてくれるもの。アンフィニ広島はそう考えます。軽自動車のキャロル、フレアなどや、スカイアクティブの CX5、アテンザなど取り揃えて、車に乗る喜び、使う喜び、走る喜びをお届けします。愛車は家族、アンフィニ広島。岩国錦帯橋空港を利用して東京への旅を始めませんか。岩国羽田間を全日空が1日4往復、片道およそ95分で運行中。
およそ600台収容可能な駐車場は搭乗車は無料。岩国駅から空港までアクセスバスでおよそ10分と宮島方面からのアクセスも便利。ビジネスに観光に岩国錦帯橋空港をぜひご利用ください。ご存知ですか？山陽女子短期大学社会人入試花水木、50歳を過ぎたら花水木入学で自分再発見にチャレンジなさいませんか？授業料の特典制度であなたの学び直しを応援します。詳しくは山陽女子短期大学までお気軽にお問い合わせください。はい、香川博光のアコースティックラジオ始まっております。さっきね、あまりの緊張感のあまり初っ端に歌った曲名を紹介するの忘れました。僕が一番最初に弾き語りで歌った歌はですね、サンデーという僕の歌です。今ね、ちょっと CD をちょうど制作してる途中なので音源がないので、せっかくなんで生歌で歌わせていただきました。はい、ここからはですね、ゲストをお呼びしようと思います。これね、ゲストのコーナー名ちゃんとつけてるんですよ。インディーズカフェ。おー紹介する前におーって言っちゃったな今日はですね、オールスターズというパンクバンドの、お二人に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、いいね、なんかね、オールスターズというバンドはですね、この廿日市を拠点に、広島でね、幅広く活動されている、めちゃくちゃかっこいいパンクバンドです。普段は3人組らしいんですけど、今日はあれ1、2、2人しかいないんですが、あ、お腹痛い、お腹痛いって言ってましたか？お腹痛いらしい今日お腹痛い日ですかね。はいはい今日はそれで行くんですね。そうですはい、まずちょっとね、簡単に自己紹介だけ2人、お二人にしてもらいましょうかね。はい、じゃあボーカルとギターのミエリです。お願いします。ドラムをやらせていただいております坂本です。よろしくお願いしますよろしくお願いしますあ、こういう感じでいくんですね、今日、うん、すごい。これ今 BGM がすごくボサノバっぽい感じになってますけど、うん、これできればオールスターズの CD かけた方がいいんじゃないのかな。いいのかな、うん、良ければ後でさりげなく変えてくださいお願いします。かなり突っかかってくる曲ばっかりだけど大丈夫かなこんななんか爽やかなバンドじゃないもんね、うん、ね、今からじゃあこのオールスターズというバンドをですね、もう丸裸にするぐらいの僕はトークをしていこうかなと思うんですが、ミエリさんと坂本さんということで、はい、これオールスターズっていうバンドは一体どういう由来から来たんですか？なんでですか？これは由来、名前ですか？名前ですね、オールスターズ。なんでオールスターズ？名前はね、僕知らないです特に、まあ、意味はないんだけど、うん、もともと4人でバンド高校の時からやってて、はあはあ、で、まあ、いろんな事情が、いろんな事情が絡み合い、よくありますね、そういうことね。僕はもうできないと、まあ一人いなく抜けてですね。オーストラリアに旅立つ。それは最近の話なんだけど。あ、まあ、オーストラリアに行ったらあの方はオールスターズのメンバーだったんですか？らしいですね、そういう噂がありますね。パートは？パートはベースです。ベースだったと思います。確か。でも今日いないその加藤くんがベース弾いてますよね。そうなんです。彼は何でもこなせる人なんで。彼は何でも屋ですから。じゃあ元々は加藤くん何やってたんですか？彼はギターを弾いてました。あ、へぇ。あ、そうそうそう、そうだった、そうだった。ギターを弾いて、ミエリさんはボーカルだけ。あ、ボーカルだけでやってて。ハンドマイクですよ、ハンドマイク。へぇ。その時ギターとか触ったことなくて、でもベースの人がちょっとお休みになられたんででも他の今のこの3人はバンドもうやりたいという感じだったから、もうどうしてもやりたくて、でもさ、まあ、3人いればできるだろうということでで、まあ、加藤んちにベースがあって、で加藤、まあ、ギタリストだったのでギターあるんで、それを、まあ、じゃあ貸してということで、で3人で出発っていうことで。そうです。それ何年ぐらい前の話ですか？何年だ？6、7年ぐらい。じゃあもうバンド結成からもう7年ぐらい経ってるんですね。経ってる、ね、なんかもう結構な回数のライブもしてるっていうふうに巷ではよく噂を聞くんですけど、まあ一時ひどい時はもうひどいって言ったらあれだけどまあ広島県内で月に何回もやったライブしたりとか
してて、まあ、最近はもう自分らがこう出たいって思うものを出るようにしてる。なるほど。いや僕ねこのオールスターズっていうバンド、まああのね、僕ら実は高校の時からの付き合いではあるんですけど、そうですね、最近この何年かねライブ見たことなかったんですけど、うん、この間、まあ、ちょっと一緒にイベントをやるっていう機会があって、うん、夏にサマーフェスっていう、ちょっと大きいイベントをですね、桜ピアの大ホールを借りて、うん、オールスターズと僕と、まあね、夢プランの名のもとに、青少年夢プラン実行委員会の名のもとに一応やったんですけれども、 その時にこう久々にこうまじまじとねオールスターズの演奏を聴いて、うん、あこいつらかっこええわと思って面と向かっていうのもねなんかちょっとあれだけど、ありがとうございますなんかこうグルーヴ感っていうのかね、なんかあの加藤のあのベースがすっげえ太いくって、うん、太いくって太いくって興奮しとるね興奮してますねこの舞い上がってるこの感じこれ、ね、いや俺もね、これね、これどういうテンションでこのラジオ喋っていいかよく分かってないんだよいいと思う敬語でね、ここ敬語でこの二人と話すべきなのか、砕けてためるべきなのか、ね、ここは砕けていいんじゃないですか、砕けた感じで言った方がいいんかな。もう10年ぐらい知り、もうお友達だから ね、高校の時だって17歳ぐらいの時はもう出会ってたでしょ。出会ってた。だからもうみんな僕ここ27歳になっちゃってるから、そう、うん、もっと香川くんがツルツルしてたところからしてねえ、ツルツルして、うん、あの髪立ててこうおでこ出してた頃から、うん、なんかすごい頃から知ってるですね、うん、今ちょっと違った意味で頭皮がツルツルしてきそうな感じもしますけどそれは また後ほどゆっくりといやでもね、なんかこうそういう時を隔ててね、うん、今ここでこう3人でラジオで喋ってるっていうのはちょっとなかなか感慨深いものがありますよ。これ面白いね。いやもう緊張してもう汗がブワーって出て緊張してんの今坂本。手汗すごいですよもういやこのね坂本くんこれドラムで叩いてるんですけど、僕も高校の時実は一緒にバンドやってた時期あって、まあこいつ下手だなと思ってたんですよ。すいませんねどうもこいつほんとドラム下手だなってね思ったんですけど、最近やっぱね10年叩くとねうまい、まあ、なんか、うん、独特だしね。そうそうそう、なんかあんまり他にないさ、ない、あの後乗りっていうかさ、うん、もったりとしたこうリズムというかドラムがあって、歌に合わせてくるからねそれがねなんかね独特のやっぱあの加藤のベース相まって、うん、あのオールスターズのグルーヴ感になってるのかなってすごく思うんだよね。まあついてくのがやっとのところはあるんですよね、うん、これ聞いてる人、オールスターズがどんなバンドかまだちょっとよくわかんないと思うよまあね全然わかんないと思う ね、うん、だね。これとりあえず曲を一回かけてから の、うん、そうね、話はそれからね。そうだね。じゃあちょっと1曲目、これ曲紹介坂本さんお願いします。何流すんでしたっけ。これです。じゃあ聴いてください。1曲目オールスターズでデジタコの森。Thank you.
さあ聞いていただきましたオールスターズでデジタコの森、yeah. やっとね、yeah. ちょっとバックミュージックがやっとちょっとオールスターズっぽくなってやっとホームグラウンドさっきまでちょっとねあの BGM の打ち合わせするの忘れてておしゃれなカフェみたいな空気になっちゃったんですけどこうだねオールスターズやっぱこうじゃないとダメだねいやーやばいもうすでに喋ることがあんまりなくなってきましたが今のね CD っていうか今かけてもらった音源、はい、これはあのサンモールの CD ショップで買えますあそうですよねあの CD ショップが5階にあるグルービンっていうところではははとオールスターズのねとタイトルはワンっていうワンカタカナでワンって書いてある赤い CD くださいって言ってもらえば出てきます買えますかね価格は 1枚1500円税込みです安いですね。これ何曲入ってるんですか?9曲入っております。あもうそれはもう買いですね。じゃんじゃん買ってください。みんな買ってくださいね。いやでもね、本当にあのこの後も何曲かかけるんですけど、デジタコの森以外もですね、すごくいい曲いっぱいあって、今これバックでかかってるのが頑張れパイロンですよね。はい。これあのアルバムの、まあ、あの看板というか。看板というか。トップバッターで。YouTube なんかでもこれプロモーションビデオなんかも見れるようになって見れます。オールスターズ、いや、オールスターズで検索すると、サザンオールスターズかプリキュアオールスターズが出てくるなので、まあ、オールスターズ20日1とかオールスターズ1とか頑張れパイロンとか検索するときっと出てくるんじゃないですか、ね、頑張れパイロン、オールスターズとか広島とか入れてもらえるとう、ね、いいかな広島のオールスターズはもうここしかいないですかはいはい笑ってもわかすみたいな、そんな、ファンクバンドオールスターズなんですけどもこの夏は結構ライブはしたんですか、はい、この夏ぼちぼちですね、うん、あのさっき案内もあったサクラピアのサマフェス、はいはいはい、大ホールでのイベントとかですね、うん、あれはトリを務めましたもんねオールスターズですねなんかあれプログラムで最後にオールスターズって書いてあったらなんかその前の出演者が全員出んのかなみたいなちょっと誤解も招きましたけどいやでもあのライブ良かったですよありがとうございます、うんやっぱね僕オールスターズって結構小さい箱で一番力を発揮する、バンドだったのかなって結構思ってたんですけどやっぱああいうホールでものすごくこう、うん、ギターとかがね、うん、響き渡る会場でやるとこのなんかミエリさんのそのギターとね、まあ、坂本のね、うん、ドラムと、まあ、加藤のそのうねるようなあのベースがねこう会場内泳ぎ回るというかねやっぱり自分たちもやってて気持ちいいとこでやると、もう演奏も変わってくるというかテンション上がってきますもんね上がってくる感じ加藤なんかライブでライブごとにテンションが違ったりするのまあ重要ですねそのもうその日の気分でなんかなるほど、まあ、その日曲変えてみたりとかそうだからセットリストもまあ大体これやろうかっての決めてるけどはい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 、もう直前で変わったりあ、まあ、場合によってはやりながら変わったりっていうこともあって、曲っていうか自分たちの持ち曲とかは何曲ぐらいあるんですか何曲あるんだ昨日、うん、その持ち曲を私は整理しとったんですちょうど豆なんですね結構ねいやずっとサボっててあの私はあの練習の時に、うん、あの紙にあの手書きで、その歌詞とコードを書いて持ってってそれファイルに入れて持ち歩いてって感じなの あ見た見たそうそれ一回あのサクラピアの練習室で練習してた時にお邪魔したことがあったじゃん あ, ありましたねあの時にあなんか譜面置いてあるって見たらめっちゃ手書きのでっかい文字で譜面とか呼べるやつじゃん電気うなぎって書いてあった それしかあのなくて楽譜が今まででまあ、ずっともう作り続けてるから、うん、もうそろそろバックアップ取ったりしないとやばいし あの楽譜のファイルが3冊ぐらいになっててすごい重いそれをあのどうにかしようと思って電子化に昨日試みてでデジタル化しようと今試みてそうデジタル化に試みてで数えたら、まあ、100言っとった100曲、そんなにある100曲100曲マジでえ、もうじゃあアレンジも完了してて、ライブでできる？いや、ライブですらやったことのない曲も含めて、はあはあはあ、もうアレンジも、まあ、ほとんど決めてない感じのもう合わせてあの譜面にしてる状態で100曲すごいっすね、うん、ほうそんなにあったんだあったまあ大体坂本同じだった
同じ感じで叩いたんじゃない。まあそうです、そのやっとるうちに、あ、思い出してきたみたいな。これがあれかみたいな。すごいっすねそれ。まあでも1回のライブででもさ、やる曲って大体5曲か6曲ぐらいでしょ。いや、もっと多いかもしれない。あ、じゃあ俺が見たことあるライブがちょっと少なめのライブばっかり。基本的にあの MC とかがなくて、始まったら最後までもう曲やりっぱなしみたいな感じだけど、10曲とかやりよったよね、30分の出番で。10曲ぐらいはやってて。しんどいしんどい。 いや、もうなんかやりたい曲が多すぎて、こう入りきらないときはそれをメドレーにして入れたりしてた。へえ、もう途中で区切っちゃって。そうそう、メドレーで無理くり無理やりメドレーにしてだから、まあ、すごいなそれ。やりたいっつのでやってるバンドだよ本当。なんかお客さんのことあんま考えてなかったバンドだよ今まで。いやでもね、なんかそんな感じのそのロックなスタイルがやっぱりまあバンドはいいかなっていう感じはするかな。最近あんまりないかもしれない。でもさ、なんかオールスターズってすごい若い世代の子たちに人気じゃん、うん、なんか高校生とか、うん、大学生とかが、うん、なんかみんなこうステージの前に来てわーってやるみたいなのを、まあ、俺結構羨ましいなと思いながら見てたんだけど。あれ何なんだろうね、その若い子に受けるオールスターズの魅力っていうのは。やっぱ耳障りなんじゃないですか。耳障りなの、ね、それが変な中毒性を呼んできて、あ、なんかもう気づいたら口ずさんどるっつうか。確かにね、なんかサウンドはすっごい結構ガーッと重めなんだけど、うん、結構メロディーはキャッチーで、で、あの独特のさ、頑張れパイロンとかさ、猫がギャーとかさ、なんかこう印象に残るやっぱフレーズがあるっていうのは、あ、引っかかってくる感じの作るようになってます、ね。だって俺最初頑張れパイロン、頑張れパイロンってさ、この歌今流れてる歌もさ、はいはい、と言ってて最初パイロンって 何気なく聞いてて、アルバムのねジャケットが、あの犬がさワンって言ってるジャケットになってるじゃん。いや違うよ。違う、え、嘘、違うよ。何言ってんの。それ本当、違う CD ですよ。あ、本当だ、言ってない。ひどい記憶の中で修正してたわ俺、うん、だからさ、なんか勝手にワンだし犬の鳴き声だから、あ、その犬の名前パイロンって言うんだろうなって勝手に犬を応援してる歌なんかと思って。ちょっと電波使って間違った情報流れてやめていただけます。すいません、すいません、これ いけんね、うん、放送事故だね。それサンモールのさグルービンさん行ってもさ、あの犬がワンって取るのないじゃないですかってなる。ジャケットは真っ赤のジャケットに黄色い文字で1オールスターズと縦文字で書いてあって、なんかブランコに乗ってるね、クマ、クマなんだね。クマがいる。お前犬かと思ってたよ。まあいいけどね、なんでも。もうなんでもいいです。いやでもね、まあよくよく聞いたらパイロンってさ、そのあの工事現場とかにあるあれでしょ、うん、あのそうそうそう、あれです、カラーコーン、とんがりコーン、とんがりコーンっていう。そう、この曲作るってなったきっかけがあって、うん、私それまであのコーンのことをパイロンっていうの知らなくて、あ、なんか家族が、スーパーの駐車場にあるパイロンがなんか倒れて、車に、引かれてぐしゃぐしゃになってたんだって、それをなんか真冬だったっての聞いてパイロンってなんだと思って、でその時パイロンって何って聞いたら、あ、コーンの赤白のコーンのことだよって聞いて、パイロンって面白いと思って曲にしようと思って、でなんかネタ考えた時に、あ、頑張れってつけたら面白くねと思って。え、じゃあこの曲は作詞はミエリちゃんで。あ、いや作詞はね、なんかうちのバンドは私がこうネタ帳っていうのがあって、なんかそういう頑張れパイロンとか、例えば脳がプルンだったり、なんかデジタコの森とか、さっきかけたそういうフレーズ、ワンフレーズを書いてる本、ノートがあって、はいはいはい、それを加藤、今お腹が痛いベースの加藤が広げてって曲にするっていう感じだから、ワンフレーズからそこから膨らまして1曲に仕上げるっていう、そういう感じです。ちょっと珍しい形のやり方ですね、うん、それすぐ加藤はもうサラサラっとすぐ曲にしちゃう。そうだね、この曲は早かった。へえ、頑張れパイロンいいねみたいな。頑張れパイロンで、まあ、寒い駐車場の感じをもう詰め込んで、
あの猫がギャーっていう歌があると思うんだけど、うん、あの猫がギャーは一体どういう背景がある？これはね深いよ。意外と深いです。深いよ。これ長いよ。これ長い。これ長い。まあ聞かせてもらいましょう。じゃあ今日あの不在の加藤がね、うん、あの原付のバイク乗ってたんだけど、はあはあ、そしたらなんか猫が出てきてね、うん、パッと道にね、うん、それで猫とぶつかったんだって。しこったってこと？そしたらね、猫がね、ギャーって言う。終わり。そう。すごいですね。やっぱもうその時なんか頭打ったかなんかで、そう頭打って加藤が脳がプルンってなったって。それで脳がプルンができた。そう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 。で気がついたらそのこけたバイクを起こして、うん、立ちすくんどったっていう。そうそう、なんかあの間の話は覚えてないらしいよ。なるほど。一気にじゃあもう2曲も3曲も彼は一瞬で作ってしまうわけですね。そこでできたみたいな。なるほど。すごいな、うん、いや俺も曲作るけどそんな風に作らないわ。多分猫弾いたら、あ猫弾いちゃったなって多分落ち込んで終わりだと思う。いやでもね弾いたらいけませんよ。あの安全運転でお願いします。急に出てくる猫にもちょっと注意をお願いします。いやでもその猫は無事だったんですよね。それもう分からんのですよ。ギャーって言って記憶をあの、うん、それ以降なくしてるんで。いやもうでも無事だったっていうことにしときましょう、うん、その猫がいたかどうかすら定かではない、うん、まあギャーっていうのだけ覚えてる。そもそもなんか滑らない話のあの人芸人の話の猫がなんかギャーって言ったんですよみたいな。聞いたことあるよなんかその話。なるほど。じゃあちょっとじゃあせっかくその猫がギャーの話もあったんで次の曲を流してみましょうかね。はい。オールスターズで猫がギャー。ギャー。さあ聞いていただきました猫がギャーギャーギャ ー, ギャーすごいですね。これほど耳に残る歌も珍しいんじゃないかと思うんですけど、
ありがとうございます耳に残るのはいいんですけど、なんか大半の人が猫がニャーって言ってくるんです、うん、俺もずっと猫がニャーだと思ってもうそれをいちいちもうなんかギャーですっていうのもめんどくさくなってきたからもうあニャーニャーニャー私猫がギャーの人だって言われる。猫がギャーの人ハムの人みたいな感じで、うん、なるほど。確かに、いや俺もちょっと猫がギャーの人っていう印象かなり色濃く残ってる。坂本はいつも着てる、まあ、これラジオだから伝わんないけどドラえもんのなんかいかつい顔押しの T シャツを着てる人っていう。これは僕が働いてるところの社長さんが台湾で買ってきてくれた、はい、パチモンってやつですね。パチモン、いわゆるパチモンなるほど、そんなオールスターズですが、なんか最近ね、うん、ミエリさんが、うん、旅に出たっていう話を聞いたんですけど。そう、旅に出た、うん、夏の思い出としてやっぱこれ語ってもらおうかなと。夏の終わり、8月の最後の週で出て、はい、うん、舞鶴から、うん、舞鶴って京都の舞鶴からフェリーに乗って、そこから北海道へ、北海道へ行ってまいりました。いいな、いいな。じゃあそれはもう車で行ったっていうことですかね。そう、車でフェリー乗って、うん、そこから車で自分の車で回るという。へえ、それどれぐらいの期間？ね、北海道にいた期間は2週間。2週間 ?2 週間いて、あと、そのフェリーが、うん、もう夜乗って、次の日の夜着く。20時間ぐらい乗ってるから。次の夜乗って、次の日の夜に着く。うん、朝着くわけではなくて、うんうんうん、そのまま日が昇って、また日が暮れて着くってこと。もうほぼ丸1日乗っとく感じです。それ何してんの、その間ずっと。その間ね、うん、まあ、夜乗ったら、そこのフェリーの風呂入って、寝て、うんうん、で、朝ご飯食べて、また寝て、昼ご飯食べて、ダラダラして。なるほど。戦場ライブとかしなかったの？してたよ。してたんだ、うん、すごい冗談のつもりで聞いたのに。いつも、その2回、行きと帰り乗ったけど、どっちもしてた、うん、なんか、ギター持ってって。ギターの弾き語りもあったし、うん、ギターと2個の2人組で演奏するのもあって。あ、もうその戦場ライブみたいなのがもう あったってこと？そういうイベントみたいな。そうそう、そういう時間があって。へー。船内アナウンスで何時からカフェなんてレストランで始まりますよみたいなあって。あとね、そのフェリーのなんか会議室みたいな、ちょっとプロジェクターで映像を映せる部屋もあって、そこで DVD、 映画の DVD を流して、その時間を映画見て潰すみたいな感じで、うんうん、あ、じゃあ結構20時間あってもいろいろと見れるものとかやりたいことはやることはある。そう、もっと乗れる感じだった自分的にはもう終わりみたいな。もう終わりみたいな感じだったへえ。そう、いや楽しそうだねそれ、うん、でもそれってもう360度ずっと海の景色の中を。そう、もうなんか島があるとこから100キロぐらい離れてるところをフェリーで行くらしくて、だからもう行きすごい景色良くて、もう天気も良かったから、もう見たことない景色があった。へえ、すごいな。でそれで北海道に着いて、うん、それから北海道を一周したと。ほぼ一周、もう小樽に着いて、そこから富良野の方とか旭川の方見て、はあはあはあ、その後留萌って言って北海道の海側の方に出て、うん、そこから海側をずっと伝って、海沿い伝って稚内の宗谷岬、最北端のとこ行って。あ、なんかツイッターで写真見たわそれ。そう、それで宗谷岬で日の出を見てですね、そこからまた海沿いを降りてって、網走とか釧路とか、あと知床とか。へー、あ、知床行ってみたいな。うん、知床も行って、で、まあ、ずっと降りて室蘭の方行って、でまた函館行って、洞爺湖とか行って、シャコタン行って、小樽に戻ってきて、フェリーで帰るみたいな。へー、すごい、よく覚えてるね、また。そう、本当じゃん。え、その素晴らしい旅の2週間の間、坂本は何してたの？
暇してましたなんか面白いことあったって言ったら何もなかったっつってたちょっとちょっと本当何にもなかったバンド、ね、あのこのオールスターズやっててそんなに練習休んだこともなくって毎週もう金曜日あの集まって音を合わせてたんだけど今回もう初めてそんなそう金曜の夜暇って、何すりゃいいんって何してたのその普段練習してた時間はあのまあ他のバンドでその空いとったスタジオ入ったんですけどなんか変な感じがしてなんか寂しいそう、そういやすごいねでも毎週じゃ必ずあのサクラピアでじゃあ4時間合わせてる4時間、まあできる時間が4時間あってで、照明合わせてるのは2時間半ぐらいかなあまり、バカ話しながらそう、やってると、ずっとやってると集中も切れちゃうからまあやるときバーってやって、ちょっと休んでみたいなじゃあ、みえりさんも逆に練習が、あ、本当だったら今練習してるのに私は今、北海道の風に吹かれてるとで、北キツネも見て、うん、どういうフレーズが思いついたんですかいやーなんか行く前と行った後っていうか行ってからの自分のこう思ったりする感覚がすごい変わったへーそうこの人たち北海道行く前と行った後で性格が変わったんです2週間でなんかおおらかになったっていうか27年間培ってきた性格がそうなんですよ北海道すげえなすごいんだ本当になんか今思えば結構まあ6年ぐらい今のバンドずっとやこうバーってやってたけど、うんうん、なんか北海道行くっていうことで、まあ、それバンド練習休んだりとか今までのなんかやってきたことを一旦リセットして、うん、そっからまあいろいろ旅行中も考えたしなんか良かったなと思っていや僕もね結構旅ってほんと好きでまあそんなにしてはないんだけど、うん、やっぱ旅してるとやっぱこう荷物増やしたくないから、うん、無駄なものは全部置いていくじゃない、うん、でその置いてってもう自分の中で一番最小限のものだけ、うん、でできるだけなんて言うんだろう便利なものから離れて、うん、もう要はさ自分自身が丸裸にこうなるわけ でそうなるとなんか意外とね考えることとかが逆に増えたりとかその不便な分なんかそれをじゃあどうやって解消しようかっていう部分を考えるようになるからなんか絶対その曲作りする人は旅した方がいいと思ういいと思うなんかねもう北海道やっぱ自然がねすごい豊かだからねでもう空気も全然違うし、うん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 、あれは行くべきだと思う寒かった寒いというかやっぱこっちより気温低いけどまだ今のところは、うん、まあ夏って言えば夏の時期にうん、うん、ちょっと羽織ればいいかなっていう感じでへえじゃあ一番いい時期に行ったんだよねそうだねでも一緒に行きます北海道さ2人で2人で冬行きたい、ね、冬みんなで行こうよ熊冬に、うん、本当に行こうえそれ車で寝んの何人か死ぬぜなんか車じゃなくてもいいけど流氷とか来るあの見れるじゃんあ見たいねだから見てみたいなんかこの間行ってみてやっぱ冬しか見れないものもあるから行きたいね今度は真冬真冬ってもうすぐ来るよもう11月12月ぐらいもうだいぶ真冬になっちゃうけどもうすぐだよすぐだよすぐ行かないと いつ行くのおい今じゃない今、ね、もうちょっと後もうちょっと後でしょなるほどねいやでも本当にじゃあ北海道に行った、うん、その後のオールスターズはきっとじゃあまた新しい歌ができるっていうもうできてるのかいや今からだけど、まあ、今までやってきた曲もライブで見たら違うと思うあそれは思うなるほどねライブの感じも変わると思う元にやっぱ出てくるんだ、うん、坂本は言ってないのに変わってきたそう僕言ってないから言ってないけど伝わると思うあなるほどねいやでも本当にそうだと思う、うん、いや素晴らしいねやっぱりやっぱミュージシャンは旅をするべきだと
そういうことですね。みんなで今度は冬の北海道行きましょう、うん、いやそんなオールスターズですが、今後なんかライブの予定なんかあるんですか？ライブは10月は今んとこは決まってなくて、うん、今決まってるのは10月なくて11月の4日、うん、11月の4日確かね、祝日だったと思う。サクラピアの、サクラピアのリハーサル室っていうところで、サクラピアのリハーサル室ですね、うん、このちょっと分かりづらいんですけどね、あのサクラピアの中に入って事務所を通り過ぎて、うん、ちょっとあの階段を下っていって左手にあるやつ、あ階段じゃないや、坂道をちょっと降りて、そうそう、左手にあるやつですね。そうです、それ割と部屋、広い部屋であのリハーサル室って名前だけど本当に大きなあの、うん、小さいライブハウスみたいなもんですよね、うん、あそこもね、すごい広いですね、天井も高いし、なんか結構あそこで定期的にライブやってるんですか？じゃあ、いやそこでっていうので決まってはやってないんだけど、今回次の11月4日のは、はい、あの五日市に横ちんっていう男の子、高校生がいて、その子はあのイベントやったりとか今ちょっとやる気なんだけど、その子があのイベントやりたいってことで、なるほど、でそれにオールスターズも出演します。じゃあ11月4日は横ちんプレゼンツのライブタイトルとかあるんですか？特にそれはない、詳細未定です。未定です。じゃあこれの情報はどっかオールスターズのじゃあホームページかなんかで、うん、オールスターズのホームページ、あのパソコンから見るだったら、あの URL 入れるところに、うん、カタカナでオールスターズって入れて、はい、でアルファベットで .jp って入れてもらうと、はあはあはあ、公式のパソコンのホームページにすぐ飛べて、なるほど、であとツイッターとかだったら、あのオールスターズにあの下の横棒あるじゃん、あのアンダーバーアンダーバーの後に数字で1234って入れてもらったら、オールスターズアンダーバー1234、そうです。それでじゃ あの検索をすると、まあ、アドレスを言うっての珍しいね。出てこないからね。出てくるそうなので、うん、まあでもツイッターとかもね、オールスターズのツイッターあったりとか、うん、何かしらに引っかかっていけるんじゃないかとは思うんですけど、そうだね、でも本当にね、オールスターズのライブぜひ生でね、も CD も確かにいいですけど、うん、彼らは本当ライブバンドですから、はい、ぜひ皆さんもね、このオールスターズのライブを生で体感してもらいたいなと僕も思います。はい、はい、うん、じゃあね、なんか気づけば締める感じの雰囲気のトークになってたから、さよならこれさよならかな、これいや、それはわからない。それはわからない、また後でもしかしたら登場するかもしれないという、うん、でも僕お腹空いてきましたからね。もうじゃあ、あのこの後僕が一人だとこれね、やっぱ初めてのラジオだから、一人やっぱ無理だわと思ったらまたヒョンと戻ってくるっていうのはどうか。いいよ、ノーコメント、いいよいいよいいよ、オッケー、リスナーの皆さんがよろしければ。なるほど。じゃあね、ちょっとじゃあこの後僕一人でね、はい、せっかくなんで頑張ってみて、はい、無理だと思ったら、うん、またオールスターズ呼びますんで。わかった。理不尽でごめんね。でもこれちょっと最後にメッセージじゃあお願いします、坂本さんから。金髪の変なドラマを見かけたら絡んであげてください。以上です。意味がわからん。たくさんいるんじゃないかな、金髪の変なドラマ。いや、そうそうおらんと思うよ、こんな変なオーラを醸しとる人は。後乗りのドラマを見つけたらね。イエス。難しいかもしれないけど。じゃあそれでいいね、じゃあ、はい、じゃあ宮城さんお願いします。はい、じゃあ10月のちょっとライブは決まってないんですけど、私ら毎週集まって活動はしてますから、今から新曲とか作って、まあ、CD も作りたいなーなんて今思ってるとこなんで、また何かあったらどっかで会いましょう、というわけでいいかな。はい、すいません、ありがとうございました。それじゃあですね、今日素晴らしいパンクバンドオールスターズに2人に出演をしていただきました。最後にですね、はい、オールスターズの曲をもう一曲聴いてもらいましょう。はい、オールスターズで脳がプルン。
カラオケスナックブルーノート、ベージュを基調とした趣ある店内でゆっくりとおくつろぎください。おしゃべりに暇つぶしにお一人様大歓迎。広電楽楽園駅すぐ前、カラオケスナックブルーノート、電話 082-921-6711